皆さんこんにちは。ノエマノエ室、略してノエノエのバスパートを歌っています菊池亮です。今回花笠踊りを歌うにあたり、踊り手の方からご協力をいただくことができました。私の友人の伊藤林太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤林太郎です。林太郎さんは花笠はいつ頃から踊られてるんですか？小学校の低学年から踊っていて、毎年8月の花笠パレードにも参加していました。今日は久しぶりなのですが、楽しんで踊りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではお楽しみください。どんどんどんカカトトンコドンカカトトン、花笠踊りで踊りあち、花笠踊りで踊りあち、花笠踊りで踊り合わせ、